アクルスニーカーズチャンネルのミクとカメラです。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに本題に入る前に、こんなにゆるい動画なのに50人以上もの登録者数いただきまして、本当にありがとうございます。前回のね。そうなんです。1回目からね。それでインスタグラムから DM いただいたり、コメントいただいたり、またYouTube の方でもコメントいただいたりして、とってもとっても嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。ゆっくりですがお返事返しますので、お待ちください、うん、申し訳ございません。いや本当にね、その最初に、はい、登録してくれる人たちにさ、本当にありがたいっていうか、申し訳ないね、本当にね、なんかもっとしっかり作らなきゃなって感じですよね、はい、やっぱりほら、スニーカーってさ、ただ単にスニーカー、靴ってだけじゃなくてさ、まあ、やっぱりね、ミクさんと俺だってスニーカーを介して最初知り合ったわけだし、ね、あとまあインスタをミクさんが真面目に言ってたらあれだけど投稿し始めたのも、まあ、スニーカーをきっかけでさ、賞もらったりとかあったじゃん、うん、でやり始めたし、スニーカーを始めたのもそうだし、でね、ガバリさんの話もあって、この YouTube もね始めたわけだし、いや本当に人とのつながりありがたいね。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録解除しないでよろしくお願いいたします。さて、うん、今日はスニーカーコレクターや、うん、これからスニーカー買う人にも、うん、おすすめしたい商品があって、うん、もう一刻も早く伝えたくて動画撮りました。ちょっと今回スニーカーじゃなく、もう2回目にして、うん、ちょっとスニーカーじゃないんですけど、スニーカー用品だけど、でもそうなんです、スニーカー用品なので、うん、ぜひ紹介したいものがあるので、うん、紹介しちゃいますよ。何それまあでもほら、一つのつながりの話じゃないけど、今回の商品のつながりっていうか、サベスニさん、サベージスニーカーズさんっていう、はい、インスタグラムやられてる方がいるんですけど、その方に偶然にもこの商品の存在を教えてもらって速攻買いに行ったね。で、皆さんにいち早く紹介させていただきたいなと思って、ただまあインスタを見るとなんか買ってる人も結構いたから、もしかしたら割と広まってきてるのかもしれないけど、早く見せろってみんな言ってる、すいません、はい、じゃあ行こうか。行こう。その商品がこちら、こちらです。その音ちょっと見たことある。大丈夫それ組み立て式のシューズボックスです。おお。私アウトレットでスニーカーもう一目惚れしたら買うこともあるんですけど、うん、上切り離されてる、箱が切られてるやつって多いんですよ。ちょっと箱も作品なので全部箱は取ってるんですけど、うん、その場合だけどうしようもなく箱ってないですよねって一応聞きますけど、箱ないわけじゃないですか、うん、でも収納に困るわけですよ、うん、それをもう相談した結果、こんな素晴らしいものが、しかもダイソー、そうそうそう、やばいっすよね。サベスニさん、ありがとうございます。それがなんと、今回のね、ダイソーさんでなんと、300円。300円ナスで、うん、透明で、こうやって重ねていける、うん、で、ここも、なんとこんな開き方、潰れない。もう履きたい時にすぐ取り出せるっていうのがいいよね。しかもこれディスプレイにもいいですよね。そうだね。だから結構そう、こういう商品さ待ってた人多いと思うよ。最近出たんですかこれ。最近らしい。いやサベスニさんに聞いた話だけどね。とりあえずじゃあミクさん一個組み立ててみようか。はい。どうなった。説明なんだけど見てこっか、はい、どうぞ、うん、説明見よう、だんだんね、で、300円、
いや驚きだよね、300円って。だってさ、専門ブランドだとさ1個相当するし、これ2色あるんですか、まあ、そうそう、ブランドで、でもまあ高いやつの方がいいのは決まってんだけどね、スニーカー用に使う大きさとかもすごい考えられてるから、いいのはいいんだけど、お金のない僕らにとっては。じゃあ行こうか、行きます。この3つだけですね。こう、こういうことね。うん、いいね、そこにはめ込む感じ、ね、こっちから、うん、うん、こことここを噛み合わせるのに、おー、うん、簡単。凹凸があるんですけど、これをはめ込むことによって重なるようになってますね。はい、作り終えました。こちらが完成品です。重ねますよ。あ、重なった、重なった。じゃあスニーカーこの子に入れてみますね。この子は24センチの720。うん。スニーカー紹介はまた今度、うん、あ、この方向でも入る、素晴らしい、ね、え、やばい、うん、やばいですね、うん、でこれ、それが US10 28cm の28センチの入るってなかなかないですよ。ギリギリ縦にも入るんだわ。ただ一回斜めにしながら入れて立てなきゃいけない。じゃあ今回横で入れてみる。そうだね、横に入れた方が、横で入るのもすごいよね。まあね、まあね、だから上段は入るってことはさ、大概入るよ、入るよ。え、すごいじゃん、うん、全然きつさもギリギリさもなく、そうそうそう、前から見てもかっこいいじゃん、うん、横から見てもかっこいいじゃん、そうそうそう、いや、いいよね、なんで本当にこれみんなにおすすめできるかなと思います。なんかね、全部のダイソーにあるわけじゃなくて、ちょっと大きめのところとかの方があるかもしれない。ダイソーってさ、オンラインショッピングないから。あ、確かに。実店舗に行かなきゃいけないっていう手間はあれど、うん、これは行っても、そう3つで1000円以下ってことですよね。うん、みんながこれに気づき始めたらさ、なんかなくなりそうじゃない、確かに、早めに、ね、なのでこれはね、みんなにちょっと紹介したかったので、はい、本当はスニーカー紹介とかもしたかったけど、本当ですね、2回目なんで、まあ、まずはこれだね、うん、ちょっと取り急ぎ、うん、いいものを知ったので、食べ、うん、しみさんもダイソーさんもありがとうございます。まあ、こうやってこれからスニーカーだけじゃなくて、こういったスニーカー用品だとか、まあ、いろんなものも紹介できたらね、うん、そうですね、いいね。もしコメントだとかいただけたとして、で興味があれば深掘りしていこうかなと思うんですけど、はい、おすすめの商品もありまして、結構スニーカーでもシューキーパー入れられる方多いと思うんですけど、ちょっと僕がこだわりのシューキーパーがあって、これなんですけど、うん、まあ、もし興味あればまた入れたいなと思います。木製のシューツリー150円か、多いけど、あれをちょっと僕使わない理由が実はあるもんで、それを知りたい人は次の動画で、まあ、こういったところももしご興味あれば紹介できればなと思います。はい、ということで、はい、今日の動画はボックスの紹介して終わろうと思います、はい、ありがとうございます、はい、もしこの動画が良ければ、はい、高評価とチャンネル登録お願いします。今日出ますかね。いやー、わからん。じゃあこの商品、シューズボックスを、はい、教えていただいた、はい、サベスミさんの
インスタグラムの概要欄にあるアカウントのリンク貼っておくので、はいはい、ぜひチェックしていただけたらと思います。サブスニさんのカスタムとかもすごくされてて すごい方なんで、はい、ありがとうございました。バイバイもダメだよね。